こんにちは。本日はこちらの販売中の子犬たちを、あちらの私の手作りでございますザコ D ことザコ DIY で初めて遊ばせてみようかなと思います。やばいやばい、頑張れ、ちびちゃん頑張って、ね、頑張って、あ、すごいすごい、こんなところにうんちが落ちてる、信じられない。なんでこんなところにうんこが落ちてますね。一旦あっちに置いておきましょう。こうして、はい、こっちから、はい、こうやって、はい、1、2、1、2、はい、怖い怖い、1、2、1、2、1、2、1、2、頑張れ、はい、来た、先輩風吹かしてる、はい、はい、頑張れ、怖い、1、2、1、2、はい、カート君どいて、1、2、1、2、1、2、頑張れ、はい、いけ、怖くない、頑張れ、いけ、はい、頑張れ、頑張れ、はい、ちょっと怖いね。1、2、1、2、まさこちゃん、1、2、ブー、男の子ですね、2人ともね、とっても元気です。健康そのもの、いて、健康そのものでございます。フリードにお食だよ。そうですね、どうですか、気持ちいいですか。高いですね。うん、おね、フリードもできるよね、フリードもできるよ、フリードもね、満足そうな顔するんだよ。あ、ちなみにママね、チビラのママね、チビラのね、こうやってお外の景色を見ながらお散歩するのが好きなんですよ。紅葉が綺麗ですしね。真緑だけど。いや3ヶ月ちょうどかな、うん、動画流れる頃3ヶ月とちょいぐらいかな。ラストの方が自慢げな顔するよ。自慢げなのかな、これは。自慢げでしょ、うん、あ、またグリードが、あ、別のやつをまた捕食してる。あ、もうされるがままだよ。すごい、これ何これ、完敗だね。他では見れないな、うん、これ完全敗北だよ、うん、やば。大丈夫ですか。でも何もしてないのに、大丈夫ですか。本当にただいただけなのに、そう、完全無抵抗なのに。あ、すごい兄弟愛。頑張れ。もう死んだふりだよね、これ。うん、あ、すごい。ああ、なんて兄弟愛。すごい。倒した。グリード倒した。あ、でも次の倒したがゆえに。すごい。弟を守って自分が犠牲に。グリートって悪者だね。本当だね。どうしてそんなことしちゃうの？あ、逃げてた。嫌だったよね。ねえ、うん、死んだふりしたんだよね。かわいい。なんだよ。すごい。落ち着くねえな、おめんちの犬。シビック、シビック、おいで。おいでしにくい。おいで。
こいつ爪切り警戒しやがる、むかつく、毎日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 、毎日毎日、毎日毎日かわいい、毎日毎日何やってんですか、ダメかわいいよね、シビックってバカ丸出しって感じ、そうバカ丸出しって感じシュプラはおとなしいのにな、シュプラお利口さんだよ、ね、お利口さんだけど不健康なんだなシビックは超健康バカだけど健康なんだよねママのジャンジャンね、あシビックと兄弟じゃん、じゃあ、あそうだね、ね、そっか、シビックとシビックジョンの子だからね、シビックはね、うん、でこの子もジョンの子だからシビックと兄弟、あなたのお家に子犬をお届け、なんかそういう CM 撮ろうかな、あなたのお家に子犬をお届け、どこに入れんのその CM YouTube の合間にさクリスマスの夜、皆さん寂しい思いをしていませんか、一人暮らしの方、おいこっち取れよ、だってなんか足元で何かが行われてるんだもん皆さん秋冬いかがお過ごしですか、クリスマスそしてお正月、危ねババアつまずくなよ、芝生だぞ、だって一人暮らしの方、またお子様が成人してらして、巣立っていき、これから寂しいなぁなんて思ってらっしゃる方多いんじゃないでしょうか、そんな方にとってペットとはかけこかジャックです、パパです、悩みは前歯に虫歯があることです、あとうんち漏らしちゃうあと最近うんちを漏らしちゃうのが悩みです自分の意図しない場所とタイミングでうんちがプリプリプリってね出ちゃうね、多分気分が高ぶると出てんだよね、あそうだね、うん、そうだね、放牧ちょっとじらされた時とか、うん、この間お風呂入ってる時にガシガシガシって現れてふーってなってる時にうんちモリモリモリって出て、盛り上がると出ちゃうんだよね、うん、さっきのあそこのザコ D のうんちもきっとあんただね、パパは見ればわかる、うん、パパは見ればわかるの、あんたのうんちっちだっていうことは、お家の中にたまに転がってるのもあんたのうんちっちだってことは知ってるのね、でもいいんだよねパパだからね、いいんだよね漏れちゃってんだよね、キッチンとかそう玄関とか、うん、隠してやるみたいなところにたまにしてやるもんね、自分のケージの中からポロッと出てくるから漏らしちゃってんだよね、してるんじゃないんだよね、しょうがないんだよね、漏れちゃってる、ね、そう漏れちゃってるんだよね、漏れちゃってるのね、しょうがないんだよね、興奮するとね出ちゃうんだよねどうなってんの子育て大変じゃん、子犬たくさん亡くなってさ、で大変なのにさ働いてくれてさ嬉しいよってこの間言ったんだよね、お金にも時間にもさ信じられないほどの余裕がさ僕はあるからさ、何か恩返ししたいなと思ってさ、何でも一つだけ願い事叶えてあげるよって言ったんだよね、もう一軒お家買ってでもいいし、まあ、今事実婚だからね、籍入れてでもいいし、子供作ってでもいいしね、じゃあ100万円ちょうだいでもいいし、もう何でも願い事一つだけ叶えてあげるよって言ったら、ピースケがじゃあ鼻の毛穴きれいにしてって言ったね。シェンロンのシステムだから、もう一回一回しょうもないお願いしたらバーって散るからギャルのパンティーを送れと同じ失敗してるから鼻の毛鼻の毛してっつって、ああ嘘嘘違う違う違う、お金お金お金って来たのか来たのか、かわいいじゃんね、かわいいじゃんね、こんなかわいい白クマちゃんいる、白クマちゃん、ね、白クマちゃん ね、 ね、北極にもいないよね、ね、こんなかわいい白クマちゃん、シノクマちゃん、あーやん、シノクマちゃん、シノクマちゃん、ね、パパって足んでんですか、うん、楽しいですよね、はいはい、パパみたいに大きくなるじゃん、ね、パパみたいに大きくなるじゃだね、こいつはね、うんちは漏らさないようにしないと、うんちだけはね、漏らしたくないね
子犬販売中。皆様本日も最後までご覧いただきありがとうございました。現在犬舎では可愛い子犬たちを販売中。万全のアフターフォローで初めての方にもご安心いただけます。日本一のフレンチブルドッグをお手頃なお値段でお譲りしますので、お迎えご希望の方は動画下の説明欄にあるホームページからお電話いただければ幸いです。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくね。